どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日の FX オリガルヒ、そして速稼塾限定動画でお届けする相場解説なんですけども、2月9日6時15分になっております。まず日足からなんですが、こうチャンネルラインがずっと下がっていったのはもう今は昔かつてのことでございます。そこからですね、ちょっと横ばいに入ったかなと思ったら、ちょっと上昇トレンドに変わっていくかもしれないなと思っている、その今矢先になっております。ですんでね、相場的に迷っているものだというふうな認識でよろしいかと思います。直近の3日分のローソク足を見ても、なんかちょっと乱れがありますよね。中央に大きく陰線が出てますけども、両側はすごく短い陽線になってます。まあもちろん一番右側の陽線ってのはまだ未確定ですから、これがどうなるのかってことを見ないと何とも言えませんけども、目算としてはね、こっちの方向に進んでいくんじゃないかなというふうに見ますよね。だからトレンド転換がこの四角の中で起きたってことなんだと思います。まだ確定的ではないですけどもね。で、4時間になるとちょっとね、動きが暴れ気味なんですよね。その中でも下落への方向性っていうのはちょっと限定的なのかなと。しかも下に行く勢いがわずかながらちょっとね失われてきて、その分だけ実態を見てください、上の方に推移してるんじゃないかなって感じるところがありますね。まあ、まだまだ分かりませんし、もしかしたらここまでしか上がらないのかもしれませんけども、仮に上がったとしても、ただこういうふうに進んでるようには見受けることができるかなっていうところでございます。で、今度1時間なんですけども、1時間は結構ね見やすくなってるんですよ。1時間はお示ししたように、まずはここのレンジをこういうふうに引きます。で、素直にね、こっからこういうふうに転換してくれればまだよかったんですけども、そんなうまい話ばかりではありません。まずはこれが否定されたんだけども、上昇する勢いそのものが否定されたわけじゃないので、見ていきますと、このレンジで囲うところにはエントリーするポイントが2つあったことが分かります。この2つのいずれかでセルをかけるとレンジダンプションは成功したわけですよね。と同時に、ここでバイをかけることもレンジアンプションできたわけですから、ここの利幅も取れてるわけなんですよ。で、今後なんですけども、ここからセルを打っていく方法は当然ありますけども、このレンジアンプションってもね、レンジが短いわけですよ。ここ何、30ピップスぐらいしかないんですよね。あれ、そうでもないですね。ちょっと私のお見立て違いで70ピップス弱ですね。まあでもちょっとね、適当ではあるんですけども、レンジアンプションとしてはもうちょっと幅があってもいいかなってところはありますね。だからちょっと迷うとこですね、このレンジアンプションは。確かに取れたんだけどもってことです。で、そこでですね、オリガルヒの動画ではちょっとね設定を変えましたよっていうお話をしたんですけど、ここでもお話ししたいと思います。レンジアンプションのレンジをここの水準からちょっとここの水準にね移していって、幅を広く持ちたいなってところですね。そうなると、まあ晴れてそこそこのピップスが開くってことになります。まあ80ピップス前後ですか、この幅が。そうなってくるとレンジアンプションがすごく引きやすくなってくるよねってことなんですけども、ただやっぱりね、ブレイク狙いにした方がいいと思いますね。もっと狭ければね、ブレイク狙い用のレンジオプションってことになりますけども、これレンジアンプションも取れなくはないようなピップスの差ですから、これピップスの差っていうのは、そう考えていくとレンジアンプションで取れたでしょってことも言えるわけですよ。前日しましたけど、まあけどブレイク狙いのレンジだと思った方がいいような気はしますね、これはね。ということで今日はね、ブレイク狙いのレンジオプションということで主には見ていった方がいいと思います。レンジアンプションも全然悪くないんですけども、特に今ちょっと幅を広げましたんでね、再設定した例えば131円のどのぐらい、131円の、まあ、430とか、上がね、上が430とか、下が130円の、500とか、この90ピップス前後の上限幅だったら、レンジアンプションは十分効くんで狙ってもいいかなと思いますね。今日の戦略はそんなところですかね。はい、それではまた後ほど追加放送します。